でも落ちないんですよね。いや、弱点なんですよ、これ。どうもこんにちは、ダンダラと申します。本日は待望の待ちに終わったゲストをお呼びしております。じゃあ誰だ誰だ、そう、バリミンです。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、やっていきましょう。いや、まあまあ、撮りたいと言いつつ、そう、会う回数は多いけど多分両方の動画で同じこと言ってる。会うのに撮れないっていう日々が続きましたね、はい。まあ、それがようやくね、待ち望んだ対戦をできるということなんで、魂のじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。よし、勝った、ありがとうございます。今日な、負けだからな、じゃんけん。僕今日じゃんけん強いな。ちょっと怪しいかもな。ちょっと怪しいハンディだな。よし、じゃあ、やってみましょう。よろしくお願いします。あー、ボルケニオン、僕ジラーチなんですよ。なるほど。でも落ちないんですよね。いや、弱点なんですよ、これ。雷弱点なんですよ、ここ。伝わると思ってたんですよ。あ、じゃあ、フルドライブ。フルドライブで切ってください。フルドライブで、1パーで、230で、170で、1の配当で。それ、どういう効果ですか？ありがとうございました。まあ、さっきの試合が一方的すぎたんで、僕がちょっともう一つデッキがあるんで、それで対戦してもらおうかなと。お願いします。ちょっと来れないんで、まだあのカメックスの神髄をまだ見てないんで。そうですね、はい、ちょっとしっかりと見せていただきたいな。一方的に引き殺して終わっちゃったんで、じゃあお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。あい、こうでしょ。先攻だったら勝ちっすよ、このゲーム。結局そういうゲームなんだなっていうのが分かっちゃったんで。いや、それをね、僕は覆してみます。なるほど。よし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 。良さげですか？見ててくださいよ、わかんない。よろしくお願いします。フリージングスタート。フリージングスタート1枚。固定で弱いと負けますけど。そうだな。そうですね。他なのかな。まあ、こっちはちょっと弱いんですけど、まさにの解析。はい。7枚見て、おしゃれなカードとか、そうやって、トレーナーズね、出てくると、トレーナーズカードね、選択肢はこれしかなかったですね、リーレと、ストッキングボール、このまま使えない、最後に200円で済ますために、海外の手伝いで掘りまくって、最後にいいかな。ちょっとあの、画面逆になったかもしれないですけど、気にしないでください。で、いやー、まああれがあるんですよね、ホラーハウス GX。 そうですよ、じゃんけんの結果を覆す GX 技があるんですよ。それはちょっと強しなんですよね。お願いします。取られてもね、取られた状態でも、はい、これで終わりで、はい、はっ、なるほどね。トキウェイの森、トキウェイ、トキウェイ、トキウェイで、テバリー、テバリーレで、テバリーレで、じゃあ、もてなします。おい、6枚以上、5枚なんですかね。3ドローですね。で、3枚ですね。ハウだ。あー、ちょっと待って、ちょっと惜しい感じですか。ちょっと待ってくれ。使います。敵は守り、ハウを捨てて、私は進化でしょ。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 よし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 。死んじゃうラインに入っちゃったかもしれんわ。で、時輪の森使います。ステーカードはまあ、そうか、時輪使えたんか。あ、そうっすね。いやー、フリーザ守れたじゃん。じゃあポルターガイスしましょう。じゃあ渡るよっしゃ。じゃあ1枚いただきます。まあまあしゃあない、カメで出して、あ、自分のじゃないとダメなんだ。そうなんだ、完全にしくっちゃうと。はいはい、ネストボール、ここが触れればいけますよ。金がなびってくるやつ。そう、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 大ヒント。で、そのまま、はいはいはい、エナジー、エナジー、そう、エナジーマックス、そう、エナジーマックス。おぉ、いた、シャワー、シャワー、シャワーで210ダメージ。いっちゃって、これ、出しちゃって、
このリーゲでまたトレーナーでグズマ3倍とかします。それちょっと泣くわマジで。リーゲで1、2、3、4、5まで多いわ。多いんだけども、けどもですよ、けどもだけども減らせはすると。はい、入ってます。入ってます。しっかりと、ここは減らすというね、選択肢をね、選択を。じゃあフリージングを、はい、フリージングで引いておこうかなとお願いします。で、お姉ちゃんも出して、これでスコールですね。6枚よいしょ。まあ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 いいでしょう。コンスタントに1枚貼るというのはね、非常に大事かなと。はい、でこれワンチャン殴っていいんだよな。どうせ死ぬからな。どうせ死ぬ、どうせ死ぬ気がするから。いや、流します。いやね、この亀特性だけじゃないんですよ。普通にガテアルが高いっていう150点。じゃあハイドロタックル150点与えつつ、反動ダメージ30点ですね。30点。あ、でもこれ確定する地味に変わったんです。そうなんですよ。いやでも反動2枚でしょ。絶対飛ばせないじゃん。となると、はい、時間の上からはい、捨てるのはレスキュータンカスって言って、はい、超エネ回収、はい、で、お願いします。で、ダーッと自転車ダーッとチャリ2枚見て、はい、いや、あえてこっちを捨ててこっちを取ります。で、余裕の構え。で、厳密に出して、厳密に出した上で、ここはアセロラで、アセローリング。まあまあ、それされる分にはいいのではないかなと。はい。で、厳が出して、厳が出して、はい、で、終了する。じゃあ、これでなかったことにしましょう、まず。なるほどね。そう。これもね、強いんですわ。強い。で、ヘルメットは。ヘルメット。ヘルメットをした上でリレー。よし、手札増えたぞ。5枚。まん。じゃあパワースコール使います。3で6枚見て、お、見て2枚これを装着していくと。いやお願いします。じゃあシャワシャワにつけておいて、はい、ハンドルに積んだフリーザーつけました。これでハイドロタックル、はい、いやー、いただきます。ミステリートレジャーで、はい、捨てるのは省エネにして捨てて、ここはギラティナ大衆ギラティナ、はい、で、はい、で、時計の森で捨てて、はい、ちょいのいい歌詞はなしで大丈夫です。で、そうですね、じゃあディストーションドア、破れた時計ここに10なるほど10ずつしっかりとした刻んで刻んでデスを書いていく。で、なんで隣あえてる手割りして、はい、うわぁ、4枚あんのかな。いや、やるしかねえ、グズマ、チャージします。おい、よし、この10ダメージに泣くがいい。発言がブラフだったのかどうか。じゃあ、ポルターガイストで見せてください。右から行きましょう。はい、全然ダメじゃん。150点あと1枚か。いや、まあ、ね、はい、終了っす。はい、エナジー進化で、はい、おっと、折らなかった。よしあるぞ。よくわかんないことしよう。リリエタンカーと1枚何でしたっけ。雨か。そうかちょっと待って、どうぞ。よし確定数がずれる、これで。やばい。ちょっと待って、します、まあ、とりあえず回復ですよね。じゃあ、330ぐらい2枚残しちゃいけない。はい、無理じゃん。無理じゃん。いや、よし可能性が
無理じゃん。おい気合いの、ただ逆に倒しに行くっていうね。1、2、3、4、5、6、7、3、4、21、いや落ちるんですよ、あ落ちてんのか、現状と落ちてんのか、落ちるんですわな。2で1、2、3、なるほど、ハイパー、いやもうハイパーですね、露骨に捨てるのも良くない。これゴルフにも持ってきて、やっぱオムスター入れよう。あ、ごめんなさい、嘘、はい、あ、まあいいや、あ、嘘つきました。で、ハンガで、ハンガに加えます。嘘じゃなくてもいいです。で、これでじゃあ魂の押し流す、はい、あ、で、そっか、亀使ってなかったか、まだ亀使ってない。じゃあ、これで、はい、よっ、まあまあしっかりとして1枚、うん、普通に毎ターン1枚以上好きなところにつけれるってやる。ポケモンカードによってそれがだいぶ強いですね。これでじゃあシャワーズ落として1、2、3、4、5、6、7、3的7の21プラス40で250出るということでパンチでお願いします。さあ2枚じゃあ、はい、あ3枚ですね、タクチン。あ、そうだそうだった。あいつ倒したら逆にいけるんだけど、後続が。ギラティナ。ギラティナ、はい。ギラティナと、ギラティナを押します。あー、なるほどね。ネストボール。はい。で、手札何枚でしたっけ？ 1、2、3、4、5、6、7枚。7枚か。メタモフィズムスタプレイを出します、はい、で、まだ了解です、はい、で、時矢の森使います、はい、ボーリング切って、ボーリングに返しようで、で、カットお願いします。いや、グズ待ったら負けなんだよな。覗き見レッドカードと書いてないですか。いや、僕ポルターガイストの打点気合で出しに行くんで。なるほど、入ってないですね。終了、昭和タイプでしたね。小学生です。今何点でしたけど、150の点か。90ですね。じゃあここ出して押し流して逃げ、一に来て逃げて、ドロポンで。ありがとうございました。よっしゃ。いやー。うわっ。うわー。悪い。あー、そうかそうか。いやまあそうですね。ゲームにむずいですよね。そうですね、自分も組んでるんですけど、うん、3枚取られるかって言われるとちょっと怪しいな、うん、怪しい爽快感。強い、強いっすね、こいつ。カメで普通に加速しつつ、うん、やっぱシャックルできますからね。確かに、自分で150出せるのは、しかも連発できるのが、そうそうそう、で、それのダメ、火ダメを潤いの雫で回復するという、そうですね。じゃあ、ありがとうございました。またやりましょう。